暮らしに役立つ横浜市の情報をまとめてお届け、ギュッと横浜。こんにちは、リポーターの入江舞です。今回のギュッと横浜テーマはこちら、横浜市国際交流協会、多文化共生のまちづくりを支援する横浜市国際交流協会の取り組みをご紹介します。港とともに発展を続けてきた国際都市横浜。横浜市には現在およそ160の国と地域の人々が暮らしています。公益財団法人横浜市国際交流協会ヨークは、横浜に住む外国人が暮らしやすく社会に参加しやすい街づくりやグローバル人材の育成をサポートする団体です。坂本さん、こちらの協会ではどのような取り組みを行っているんでしょうか。はい、横浜では今外国人の方が非常に増えてきていて、今も10万人を超えているんですね。でそうした外国人の方々の、生活しやすい環境を整えていくというような仕事をしています。で昨年の8月には11言語で、外国人の方が困った時に相談に乗れる多文化共生総合相談センターというのも立ち上げました。外国の方にとってはとても心強いですね。はい、私もぜひ相談員の方にも少しお話を伺ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな方が相談にいらっしゃるんでしょうか。そうですね、いろんな国の方が、相談に、来所か、電話で相談に来ます。言葉に困っている方に通訳したり、日本語学習であったり生活一般についての相談が多いです。ヨークでは語学講座や日本語教室を行っています。英会話、スペイン語が学べる語学講座では、地域のグローバル人材の育成を目的におよそ10クラスを開催。また、日本語教室では、横浜市在住の外国人が生活に必要な日本語を学んでいます。わー、アットホームな雰囲気ですね。この教室はどうですか？楽しいですか？はい、楽しいです。みんなが友達になりましたと思います。池田さん、すごい盛り上がってましたけれども、教室の雰囲気はいかがですか。はい、いつもこんな感じでとても賑やかで、活気があります。学習者の人が、普段のその生活の場で少しでもその日本語を話してみようっていうその勇気が持てるような、そういうサポートをしていきたいなと思っております。私もいろんな国の方と出会えて自分の世界が広がったような気がします。皆さん、今日はありがとうございました。ヨークのほか、市内10カ所の国際交流ラウンジでも外国人などに対する相談対応、情報提供のほか、通訳ボランティアの派遣や国際交流イベントが開催されています。地域の国際交流の場としてもぜひご活用ください。花と緑があふれるガーデンネックレス横浜が今年も開催。市内各所が色鮮やかに春の花々で彩られます。横浜動物園ズーラシアに隣接する里山ガーデンでは、横浜産の花が大花壇に咲き誇り、春の里山を感じることができます。山下公園、港の見える丘公園などの港エリアでは、さまざまな花が次々と見ごろを迎え、5月からは横浜ローズウィークも開催。さらに魅力アップした横浜の春をお楽しみください。広報横浜3月号の特集はガーデンネックレス横浜2020。各会場の魅力はもちろん、春の横浜を彩る草花も紹介しています。その他、引っ越しシーズンで混み合う区役所窓口の分散利用に関するお願いなども掲載しています。横浜にゆかりのある著名人のコラム、アット横浜は、横浜 F マリノスゴールキーパーのパク・イルギさんです。ぜひご覧ください。今回のギュッと横浜いかがでしたか。次回も横浜での暮らしがもっと豊かに楽しくなる情報をお届けします。お楽しみに。